こんにちは。ご紹介に預かりました団長の猫塚と申します。以前にも一度神戸でお話し させていただいたことがあるんですが、実は保険協会、私も保険協会の会員なんですけど、もう10年ぐらい前に私医療救助の会北海道っていう憲法を守る医療団体の共同代表もやっているんですが、その結成をするときにお亡くなりになられた加藤修一先生を何が何でも猫塚呼んでこいっていうから、分かりましたっつってこの神戸の保育園会に連絡を取って加藤先生にお会いさせていただいて、しかし断られました。忙しいと。しかしそれで諦めては彼、ことが進まないので、3ヶ月後今度は東京に加藤修一先生のところに行って、トイレから出てくってくるところを吸収して、先生また来ました、必ず札幌に来てください。粘りに粘ったら山口二郎さんとからも来てるので、リクエストがあるので一緒にやるから準備しといてくれということで、北海道 の医療救助の会 のことが始まりました。その時がお世話になったの、最初にお世話になったのがこの保険、兵庫県の保険協会なので、ご連絡いただいた時には何が何でもやるということで協力できました。で、ちょっと小1時間でなんですが、第11時12時 の支援活動を通して見聞きしたこと、私たちがあちらで感じていることをちょっと皆さんにお話しして、パレスチナの問題と私たちの生活、日々の生活、明日の生活がどういうふうに関係あるのか、どう関連するのかということをちょっと共有してもらえればすごく嬉しいです。ちょっと出したのは、あと2008年9年にガザの侵攻がありました。この侵攻という言葉を使うこと自体が、この当時は戦争でしたから、ハマスとイスラエルの戦争と、我々は戦争じゃないんです、これはガザの一方的なイスラエルの侵攻だということで、北海道新聞の記者さんと大論争もしたこともあります。で、それで10年に放置団を結成して、翌年の11年の1、2月から医療支援活動、視察も含めて医療支援活動に入って、今年の3月から4月に第12次の臨時の支援活動をやってきました。ガザには2013年から入って活動してますが、あと2014年の7、8月の時には50日間の侵攻がありましたけど、その時にはどうしても入ることができなかったというのを断念して、その時は西岸だけの活動になりました。で、活動場所は大体どこでも出される、これがイスラエル、パレスチナ、西岸、ガザ地区があって、後で ご覧になってほしいんですが、大体こんなガザの地区の状況であります。ガザ地区は、これお聞きしますと、先ほど清先生おっしゃったこれ LS クロスニポイントというのは、ここ一番北側ですが、ここの北の端からエジプトの国境まで40キロ、この辺が7キロぐらいのところにある、だいたい360平方キロですから、確かちょっと調べたら神戸が500数十平方キロ、人口が154万人かだと思いますが、ここは360平方キロのところに200万人の住民が出入りできなく、先ほど先生言われたような形で封鎖されていると。2000年までにはガザの空港ありましたが、もう今全然使われている状態ではないということであります。今言ったように200万人がいると。で、俗によく言われるのは、完全封鎖がもう11年目を過ぎてもう12年目に入ってます。ですから世界最大の天井のない監獄だということはよく言われることなんですが、まさにその通りで、行き場がない、上にも天井はないけどもない代わりに、いつでもバンビングが始まると、ミサイルが飛んでくるというような状況に日々怯えながら生活をせざるを得ない。彼らから話聞くと、一家同じ部屋には寝ることはできないと、そこやられたら一家全滅するから、家がある限り、部屋がある限り分散して毎晩寝るということになっています。で、それから先ほどおっしゃられましたように、燃料不足がもう決定的な環境破壊の要因になっていまして、停電が1日3時間から4時間ぐらいしか通電ができないので、一番大変なのも、暑さもそうなんですけど、冷蔵庫が使えないってことですね。で、夏は日向に行くと50度です。ですから、そこで冷蔵庫が使えないということは、物を保存できないということなんですね。
でそういう中での生活を知られるということが一つで、二つ目に汚水処理が全くできなくなってきていると。で僕らの住んでいるこの汚水生活排水は全部一度処理工場に行って高温で処理をしてきれいにして川に流すわけですね。でそしてまあ海の川も汚れなくするということでやっていますが、ガザはそれが一切できないので泥水が汚水そのものが出てきます。で前3年ぐらい前にガザの新聞に津波が起きたと書かれてる。津波ってこのところでなんで津波が起きるんだって聞くと、汚水の溜めている池が決壊してその麓に住んでいるパレスチナ人の人が3人亡くなったと。これ津波だという、汚水の津波ですね。そういうことが起きているということです。ですからこの汚水がそのまま流されているということは、海が汚染されていくと同時に、畑そのものが汚染されてきます。それから定期的に襲ってくるガザからの侵攻、2種類あって、一つは上から飛んでくるバンビング、もう一つはフェンスを開けて戦車がまるまる入ってきて農地を全部荒らして、そして打ち込んで帰っていく。そうするとその時に確証はないんですけど、おそらくラジオ放射能物質だとか化学物質、それをばらまいてそして帰っていくというのがよくない、ガザの先生方と話すると言われています。ですからこのもう11年12年経って出てきているのは3つの問題があると、生まれてくる人に、子供に。一つは心臓疲労の人、赤ちゃん。それから僕は整形外科でよく言われる四肢の奇形、やっぱ指が例えば4本しかないとか6本あるとか足が半分しかないとかいう四肢の奇形の人。それからメンタル、知能遅延、リターデーション遅延がね、遅れって言ったらちょっと言い過ぎなんですけど、メンタルが障害されている子供が生まれてきていると。そして最近はがんが増えてきていると。ですから3年前からあっちこっちの診療所行くと、これ乳がん のピンクリボンのあれが貼ってあるんです。こう聞くと、いや乳がんが増えてきてるんだと、ガザでもいうことで、もう20歳代ですか30代に入った女性の方に乳がんがあると。しかしそれは治せないわけですよ。抗がん剤はもうありません。手術もやっても大した効果もないということで、なってしまったら死を待つような状況に今置かれているということが事実なんですね。見つかったといってもそういうことですということなんですね。ですからここにちょっと出され、環境悪化と、ブラックシーって彼らは言うんですけど、海が汚染されていて植物も汚染されるということであります。でこれが海に流れている排水です。ドボ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 流れてきます。水しぶきが間もなく茶色くなります。はじめはちょっと白いけどだんだん茶色くなる。これがガザの港の様子です。でこれがそのことを毎月国連の人道問題調整事務所というのがあります。でこの中いろんな分かれている部門があるんですが、この中でもガザの海水汚染の状態を毎月測っている部門があるんですね。でそれでそのこれを略してオチャっていうんですけども、お茶で出しているデータが3ヶ月に1遍ぐらいホームページに出てきます。これが最新のホームページに出た、これが大体スタンダードなんですけども、3倍ぐらいの汚染が進行しているということであります。それから続きですけども、燃料不足のほかに物資がもうかなり不足していて、で建材がもうほとんど入らないんですね。それで何をやるかというとですね、爆撃されて壊れた石っていうか、それを集めてきて砕いて粉にして、それをまた次のビルの修復に使うと、そんなことをやってるんですね。ちょっと申し上げたように医薬品がほとんど底をついてきて、特に抗がん剤はもうほとんどないと、抗生物質がもうそこついてきてると。だから我々行くときにも見つからないようにできるだけの抗生物質をトランクに詰めて入れるようにはしてますが、それだけ非常にビビたるものなので大変な状態になっていると。それから3番目に失業と、貧困と失業の問題なんですが、さっきちょっと先生言われたように、行くたんびに失業率上がってくるんですけども、大体若者というのは大体20歳以上の方
歳から30代後半ぐらいまでの若者の失業率が60から70%なんですよ。でガザに大学が大体8つあります。そのうち有名な大きな規模の大きい大学が2つあるんです。でそこからも毎年こう学生さんが卒業してくるんですが、就職先もほとんどありません。で今ガザで大学を卒業して就職なくうつうつとして暮らしている青年たちが20万人とも25万人とも言われています。だから僕は私は札幌に住んでるから、札幌の人口の中で例えば20万人の大学卒業生が仕事なく朝から晩までバッと中でブラ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 したらどんな状態かっていうのを分かりますよね。神戸でもそうですよね。大学出てきても行き先がないという、そういう中で希望絶望がもうとことんまで進んでるということなんです。私先に希望って書きましたけども、中には希望を持ってそれなりに生き抜こうとしている人もいますが、しかし同時にもう行き先が分からないと絶望だということに感じる人もたくさんいます。で我々も中にガザの中に入っていて、夜になったら真っ暗になりますから、しかし宿舎の窓から遠く見るとイスラエルの工業都市があるんです。アシュケロンっていう20キロぐらい先にあるんですけど、そこは朝まで電気こうほどついてますから、朝までこっちは真っ暗ですから、でそれを毎晩見せられると、いやこの格差というかその違いがね、そのガザの青年たちにどんな影響、心理的な影響を及ぼすのかというふうに感じます。まあ、ロケット撃ってはもちろんいけないわけですけども、こんな状態はいつまでも放置できるか、しかしエンドレスなんですね。来年になったら解放されるなんてないわけですから、その中に置かれているガザの人々の気持ちですから、最近は自殺の問題も当然出てきます。でイスラム教では自殺はもちろん禁止されているわけですけど、それをいろんな理由をつけて、例えばあとちょっと申しますけど、ボーダーの対するデモに行ってあえて自分の命を落として住民に死してしまう、殉教するとそんなこともあるようです。それから5番目に麻薬が汚染が入ってきます。これはガザだけでなくて西岸でもそうなんですが、イスラエルの麻薬のディーラーが入ってきて、最初は無料でばらまいてくる。でだんだん依存性が高まってくると、質のいいものにしていってお金を踏んだってくると。でお金問題じゃなくて、住民特に若者に対して麻薬を刺激アディクションをつけるってことはどういうことかっていうことですね。コミュニティそのものを破壊するし、コミュニティの将来を台無しにしてしまうということであると思います。最近はパレスチナの医学会なんかでも行くと報告されるのは子どもの喫煙の問題です。で我々の多分日本であれば喫煙率なんかどんどん当たり前に下がっていくの、ところがパレスチナとかガザでは子どもが中にタバコがずっとタバコを吸って当たり前だというふうになっていたり、だから最近は、これはあんまり深く入り込めないんですけど、身売りの問題も出てきている。これはイラク戦争の時にも私たち調べた時ありました。難民キャンプに、シリアやヨルダンの難民キャンプに逃れたイラク難民たちが身売りに走るという、そういう貧困のどん底に落ちていくと、落とし込められるとこういうことにもなると、先ほど先生言われたような、まさにその人間の尊厳を傷つけるような、そこそに、むしり取られるようなことになっているということであります。でこれがこれはデイリージャパンの一昨年16年の12月号のところから取ったやつですけども、トラマドールというのは、これはよく我々日常診療でも使いますが、大体1日6錠が限界で使うんですけど、何十錠といっぺんに飲んでしまいます。痛みでも何十錠も飲んでしまうということですよ。だからなんか体がふわーってなるから、日々の瞬間の苦しさを忘れちゃうというところから始まって、大麻、マリファナ、合成麻薬に入っていくわけです。これが麻薬ハマスの当局が3年間に押収した量ですけども、皆さんご存知のように麻薬なんていうのはこんなのほんの氷山の一角で、どれだけ入っていくか分からないというようなことが言われていました。あんまり深くは立ち入ることができないので、この辺にしておきますが、でこれは西南のシュワット難民キャンプの中学校の校庭ですが、移った後の殻が校庭に投げ捨てられていると。でこれは中学校です。
でこれがあのこの間3月のアンマンで行われた学会の時に発表された子どもの喫煙率がどんどん上がっているという報告です。でこれがあのガザに、先ほど先生言われたガザに DL する時の LS のクロスイングポイントです。ここにあのあでしてここに真ん中に清先生おられますが、あのこちらにいる 石崎龍之介君とか相沢英さんがいますが、ちょっと話しずれるんですが、最近ですね、まあ清先生もちょっとお若い、ここでここで線を引くと叱られるんですよ。ここで叱られちゃダメなんですよ。そういうのはですね、あの若い方があのこの医療法師団に参加されてきて、若い方が参加されてきて、でこの2人もそうなんですが、まあ法師団に参加してまだ2、3ヶ月か3、4ヶ月もう職場休んで私たち行きますから、よし行こうということで、実は先1週間前に土井栃国さんを呼んで、私たち毎年亡くばの日を記念したら忘れちゃいけないというので、集会とか、昔はデモやったりとかやったんですけど、今年は土井栃国さんに来ていただいて札幌で講演会開いたんですが、その時市内 の高校生の8人ばっかりドーッと入ってきて、しかも背の高いバレー部だとかなんとかつって、で入ってきて、いろんな学校祭で難民問題のことをやるので、パネルとか物販の相談に乗りたいと、で土井さんともコミュニケーションを取ってお世話になりたいということで、こう10年近くもコツ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 やってると、北海道の若い人たちの間にも少しこう浸透してきたかなっていうことで、今 LINE のどんどん入ってくるんですけど、何日に何やるとか、何やりたいとか、どこで何やるとかっていうのがポン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 入ってきて、それを彼らもやってるわけですね。このここにいる、この相沢さんとかこの龍之介君が全部場所セットしたりして、次は何やるとか、いや大変頼もしいなと思って、こういう人たちを大切にしたいんですが、先ほどから先生言われているように、ガザの問題、パレスチナの問題と自分たちが日常的にいる問題が結びついたらするとこうなるんですね。これがすごく大事なことで、彼もいいすごくスカッとした高青年とパパッとやるような若い女性が、自分が働いていること、患者さんを見たりしていることと、ある世の中にいるその札幌でも起きているいろんな不正義のこと、例えば貧困の問題とか、子ども食堂をやったとか、非正規が多いとか、そして憲法も蹂躙されてるとかいうことになるとですね、それとガザやパレスチナの問題を共通の認識にしちゃうというと、若者 のエネルギーっていうのは、これすごいなと思いますが、で彼らもこの間清先生、札幌で行った清先生がこうスピーチされた3日か、5月3日の憲法集会でもちろんみんなで参加して、終わった後デモやって、それでも仏教不足だっていうので、我々医療救助の会、北海道の踊り公園でディレートークずっとやったんですけども、彼がやっと、いやこれでもちょっと足りないなぐらいに言って参加してスピーチしてくれたりとか、だから自分らのいる世界社会様子と、今とガザのパレスチナのことが一致すれば猛烈な力が出てくる。でこの間来てくれた高校生だったりも期待してて、中には医学部も行きたいんだっていう生徒もいますので、今度学校祭が7月6日に行われる学校祭でやるっていうので、すごく楽しみにして、みんな我々もこっそり見に行こうとかなんとかって話になっています。これが外側から見た、まあ、1.5 キロこれ外から見るとつながるんですね。でこれがですね、ガザ、これ今から話すのはね、去年の7月に、去年の3月30日から毎週金曜日、ガザの国境でデモやってますね。これは平和的なデモをやるわけですけど、でそこでもう撃たれるわけです。特に足を撃たれてきて、けがして、それで5月にですね、WHO の方から世界中にアラートが、緊急願いっていうのが出されて、で整形外科と血管外科を来てほしいと、ガザに言ってたんですけど、見て、これ大変だなと思ってたら、パレスチナの UNRWAっていう国連の組織の先生からメールが入って、すぐガザに来る準備をしてくれないかって、
待ってください、ちょっと奉仕団のメンバーと相談させてくださいって言ったら、すぐあの携帯に電話が入って、あの猫塚さん、何、ダメですって、すぐ準備してください。いやー、よし、分かった、行きますって、後で自己承認をしていただいて、そして行って、行ったのがこの時、撮った時のこの写真なんですが、この祖母教の復帰デモというのは、非常にあの意義のあることをやってますが、これはさっきこの中出てるオチャというあの組織の、国連の組織の統計です。18年の3月30日から今年の4月30日までの間に、このガザのボーダーで、国境境界でどのぐらいの人が死んで、どのぐらいの人が怪我をしたかということを示している図なんですね、シェーマーなんです。でそれは行くと279人が亡くなって、3万1514人が怪我をしたと。で5カ所のところでデモ毎週金曜日ありますので、こういうふうな状態にもなっていると。でここにあるハンユニスって書いてある、ここにある、ここにあるエッチって書いてある病院、ヨーロッパガザ病院って言うんですけど、ここに私が行って、手術をやったり、ここで治療にやってきました。これは怪我人の数、場所と怪我人の数です。あ、ちなみにここに書いてあるのは大体5海里ですから、8キロぐらい先に行くと、こっちはもうイスラエルの海軍が待ってて、漁民が撃ち殺されてしまいます。5海里ですね。大体8キロぐらい。そう、これ、いや、実はですね、これ、これだけ英語のあれなんですけど、すいません、再来週だ。再来週、ワルシャワでですね、医学会がある、公衆的な医学会があるんですけど、そこに、ガザでのこういうデモの死傷者を助けたり状態をぜひ話してくれというようなことが来まして、再来週ちょっとワルシャワに行ってくるんですけど、発表原稿もなかなかやって、今清水先生もチェックを全然これ数字違うんじゃないですかって言われて、これさっき昨日飛行機の言われたりして、もう一回ちょっと先生よろしくお願いします。これはパレスチナ全体のね、ガザだけでなくて西岸でもこういう被害があっているぞということを示しています。でこれが先ほど私が言ったハンユニスのところで、ラザンさんという、これ看護学生の方なんですけども、白衣を着て怪我人の人を助けるということをやっていたら、ここにあるスナイパーがいます。ここにイスラエルの、だいたいここから距離がだいたい 100メートルちょっと狙ってるわけです。でここに我々車で行って見に行ったんですけど、まあ、ラタンさんの家に行ったんですけど、もう彼女は殺された後だったので行ったんですが、ここにいた若者たちがもうすぐ帰れと、あっちから見て狙ってるんだからすぐ帰った方がいいと、で車10分ぐらいいてもうすぐ帰ってたんですけども、彼らはイスラエル軍の兵士はここにいて、ここからこれを僕のカメラでアップにするとこういうふうに出てきます。でこれで打ち出してくると YouTube に流れてるんですよ、この様子が。またそれをイスラエルの方から撮ってる状態、こう今だとイスラエルの、このスナイパーがやる銃の先にこれカメラが全部ついてて、それが全部録画って記録されるわけです、デジタルで。声も全部入るんですよ。そして撃ったらパレスチナの青年が倒れるのも全部見るわけです。でそれを私の友人の自衛隊の幹部の人に、これ何ですかこれって言ったら、これは若い兵士に対する教育なんだと、いつもは絶好の標的だと、相手は石しか投げてこないと、届かない石を投げてくるだけだと、しかし動くと、でそれを足だけを狙えと、殺しちゃダメだと、足だけ狙えということで狙って、そしてそれを録画してるわけですから、ちゃんと目的を達したと。でこうですよ、撃って倒れたら、おう、声が入るんですから、喜びの、撃ったやつの。そういうことが現実、ボーダーで起きてるってことなんですね。で、ちょっと話ずれますが、イスラエル社会っていうのは、高校卒業したら男は3年、女性は2年、兵役につかなきゃダメなんですよ。その兵役についた後、一般社会に出るわけです。ですから高校でどうなったかっていうよりは、そこで、兵隊にいたときにどれぐらい成績が良かったか、それで次の進路、大学とかあるいは企業に行く先々は決まってくるわけですね。ですから彼らにとっては必死なわけですよ。いい成績取らないと次の人生が決まるわけです、彼らなりに。それでそういうふうに軍事社会というのは作っていくわけですね。
ですから全然話もう京先生の話ですけども徴兵制とかなんか自衛隊が国の機関になってしまったら世の中もあっと変わっちゃうようなイスラエルに行ったらよくわかります。若者がそこに組み込まれていくともう人を殺す訓練して殺す訓練が上手になると出世するわけですからそういうような状況が 今のイスラエルで起きているっていうそういうことなんですね。でこれはあの足が狙われて ここにあるちょっとこれは映ってるのは後ろに立ってる人の足ですからこれねこの人は大体で両方とも切断されています。ここにはスナイパーがいます。これはグレートマーチオブリターンという大機関の大デモを行っているところです。あこれがそうですがこの時もいたんですがあの怖いのはですね一気に撃ってくるんですよ。で僕はこんな戦場に行ったことないですからね。でもその辺にこうピューンピューンってあの乾いた音がするんですよ。だから逃げ出すわけですよね。僕も逃げなきゃいけないかなと思って逃げるんですけどちょうどですねこのボーダーの国境のこの辺りっていうのはね、まあ、めったに初めて行くんですけどね何も整備も何もしてないんですよ。針金が転がっていたりなんか石がちっちゃい石があったりしてで厳しを返して逃げようとしても足に針金が巻きつくんですよ。だから走れないですよね針金巻きついて。それでずっと張ってずっと張って一番近い車の乗用車の金に隠れてホッとした。で そこにいた人たちはもしティアあの毒ガス催涙ガスが流れてきたらこの車の中にとにかくどの車でもいいから車の中に入ってガスから逃れろということを言ってました。でこれイスラエルの願いこういうことですね。これからもっと詳しくいきますが新兵器 あの国境デモでの定期的な攻撃は新型兵器の試しです。あとこれから出ますけども長径弾丸というバタフライバレットというんですこういうことそれからドローンミサイル攻撃それからドローンからですよ催涙ガスを撃ちます。お尻も散布します。今ちょっと言った射撃訓練の意味もあります。それから足に攻撃を集中します。デモ隊の進行を恐れてです。見てますとね例えばね撃たれて死ぬでしょもちろん死ぬ人もいます。そしたらそれはしょうがないったら失礼ですけどそれで終わり。だから他のデモの人たちはもう油を注がれてグワーッと前行くんですよ。屍を乗り越えちゃうんですね。ところがあの足を撃たれて倒れるとその倒れた人を助けるために5人ぐらいの人が必要なんですよ。そうやって後ろのあの救急車までダーッと運んでるんですよ。でまた戻るわけですね。そういうことでデモの進行を恐れると。で見ててね遠くで見ててこれ本当に恐れてるのはねイスラエル軍の方じゃないかと思う。例えばよ200万人の人が住んでてそのうちのたった 1% 例えば2万人の人が撃たれても撃たれてもボーダーに向かって歩いて行かれたらどうなるかってことなんですよ。イスラエル側からしたらねたった 1% の住民が向かってってもそういうことでも実際にね起きる可能性も否定できない今の状況を見たらね。で若い人たちもこんないつまで続くか分かんないこういうゲットの状態をよりも自分の身を賭してでも抗議するということにねこのまま行ったら済んじゃうかもしれない。そういう危惧を私は抱いてます。でこれはちょっと話すあれですけどダムダム弾っていうのは、前にちょっとあの大きな病院で見たあれなんですけど銃弾の中に小銃弾がこれヒューサッパーが入っててあの体内に入るとこの先が開いてそしてこれ小銃弾が体の中にばらまかれると。これ大変ですよね。これこの方は足を打たれてるのでいずれこの人はまあ切断して片足になるでもまあ命は助かりますよね。でもこれが例えば肺に打ち込まれたり肝臓に一発かかったりしたらもう永久にこれがあるわけですから。で重金属ですので20年も30年もしたら必ず発がん性が出てくるわけですね重金属っていうのは。でそれ助かっても20年30年先にあなたにはがんになりますよというようなことを宣告していくのが、まあ、イスラエルというか侵略者のやり方だとつくづく感じました。で今回はでこれのプラスして、使用されている銃弾がですね、2つ種類があってあの普通はねフルメタルジャケットっていう弾丸というのはカンカラカンですよね。メタルでできてますからそれでバンと我々の体貫通していくわけですね。しかし今彼らが使っているのはセミジャケットバレットっていう先が柔くて体にタッチするとこれが先開くんですよ。でご存知のように銃弾っていうのはまっすぐこういかないでこれ
回転しながら進みますから、でこれが体の中に入ってくるとこうなるわけです。こっちがフルメタルジャケットなんです。これセミジャケットタイプのいわゆる長径銃弾ってやつですね。でこれがフルメタルジャケットの、 銃弾で撃たれると、まあ、入ってきて骨いろいろ打ち砕いてこっち出ていきますが、長径銃弾こっち の、バタフライバレットの方になるとここで体内に入るとパンと開くんですよ。そしてこれがこう回りながらいきますので、ちょうどと入ったところから骨、神経、血管、筋肉全部吹っ飛ばしてこっちから出てきます。今実例しますけど、だいたい手の拳ぐらいの大きさの傷になります。ちょっと気持ち悪かったらパッと変えますけど、これが夜これは会心しているところです。翌日ですね。とこれがそうです。これが外側から打たれた穴、こんなちっちゃな血が流れてくるところ、これ内側です。今シエマで見せた通りでしょ。こっち側からピョンと入るんですけども、入った途端にボッと開いてぐるぐるっと回ってこっちやってくるんです。でこれも即日すぐ手術室に運んで麻酔かけてこの処置です。しないと足が壊死してしまうんですね。こんなことやってました。これはまた別な例ですけども、硬い打ち抜かれた足は翌1週間ぐらい後にだんだん黒くなってくる。つまり血管が打ち抜かれて血管をつないでも血管血の流れが良くなかった。こうなったら切断せざるを得ない。で切断せざるを得ないっていうのは2つ理由があって、1つは感染症になってしまうということ、肺血症になるわけですね。もう一つね、これはもう少し上の方で壊死してくると筋肉が融解してくるので、筋肉が融解するとカリウムが上がってくるんですよ、体の電解質ので、カリウム上がると上がると上がると心停止になりますから我々は。だからその2つの理由があって壊死に陥ってくるところを切断せざるを得ないということで、だいたい現地のこの方は血管外科の方で処置してるんですけど、ここのところ打ち抜かれて止まらなくて、みんなでこう上から押さえつけて、僕なんて体ちっちゃいからあれなんですけど、ダメですけど、大きな看護師さん方が来てくれて、よいしょって持ち上げて点滴病院に押しつけてぐるぐるぐるっと布で巻いて、血がにじんでるぐらいですぐ血管外科の先生が来て処置してました。でこれは今年のさっきの7月ですけど、今年の去年の11月に行ってやりましたが、見ましたが、足は助かったけども麻痺が残ってたりビリビリしたりいうことになっています。でこの方はね、これ子供ですけど、こっから撃たれてたまたま咽頭と第一頸椎の間に銃弾が止まってた。ですからこの子は軽い顔面神経麻痺だけで終わってる。そういう表情はもうほとんどまだ2週間ぐらい前に出来事でしたから、まだ顔が引きつっていて本当かわせた。これもそうです。でこっから入ってうまい具合に抜けて、頸椎の前で止まっ て、こっからちょっと切開して弾を銃弾を取り出した。これは普通の銃弾だということです。ですからこの足を打たれて切断されるわけですけど、切断されるというのはどんな意味かっていうことなんですね。単に足がなくなるとかいう問題って全くないと。でここにちょっと説明しますが、もちろん仕事なくなります。足効かないんですから。で大体ね、先生方に聞くと足打たれてバタフライバレットで足打たれてきた人の半数は切断になるそうです。どうしても助からないと。だから大体今統計から言うと1000人弱ぐらいの若者が切断されて松葉杖でこうやって歩いてるんですかって街中。でそういうことが一体どういう何を意味するかっていうと、失業になりますね。また貧困が進む。だから社会的に負荷を我々医療の仕事やってると障害を持ってる方がねと一緒に生活するというのはすごく大事なことで、彼らが豊かに生活できる社会ができて初めて我々も豊かになるということですから、よくって考えてて、障害を持っている人をどうかするってもちろんないわけですけども、しかしこう強制的に打ち抜かれて社会的な負荷を負わせるというのは非常に無理がありますね。ですからよく例に出すのがアメリカの
あの枯葉剤なんですよ。いまだに生まれるんですよね、あの赤ちゃんが。あの健康な若者同士が結婚して、健康と思って結婚しても生まれてきた子が生涯ボーン出てくるんです、今でもベトナムでも。で非常に悲惨ですよね。でそういう負荷をアメリカはベトナムに残して、そして引き上げたわけです。でそういうことは侵略者っていうのは必ずやるんですね。こう負荷を残していくと、これも似たようなもんです。万が一、ガザの門解放されたとしても、今まで積み重ねられてきた負荷というのはまだまだ残っていくわけですね。きちっと負荷を置いていくというのが侵略者のやり方です。それから狭い目で見て、この弾丹だけ見ても不正弾丹がきちっと切られてないと痛みがありますし、電子銃というのはないはずの足が夜中中痛いんですよ。切断されてるから何もないはずなんだけど、しかし頭の中では痛い。これがちょっと悩まされる。これも似たようなもんです。複合性の局所疼痛症候群というんですけど、これも似たようなもんです。ないはずの足が痛む。で義足もつけられないと。でそれからあのメンタルに非常にあの問題が出てきます。それはさっき言ったのと、これで痛みが取れない、あるいは失業状態になるというあたりがずっとこうあの付け加わってあの障害になってきます。で行った患者さん見てますとね、あの俺治ったらまた行くって言うんですよ。やめとうとも言えないし、行くって言うんですけど、あるいはご夫婦で怪我してくると思いますから、子供さんはそっちに。だけどね、病棟にまた退院する前はね元気いいんですよ。ところがね、退院して1回目2回目に外来通院に入るとね、全然もう抑うつ状態になっちゃう。自分が片足を失った状態でどうやって社会にアダプトして、そして自分のあるいは自分の家族の生活を成り立たせるためにはどうするかと考えますよね。だからほとんど の, あの若者たちがうつ状態になって外来にやってくる、そういう状態です。今も続いてます。で義足、義肢義足、十分できないので、実はあの私たち持ち込むことはできないんですが、3月に入れなかったんですけど、一応アンマンからずっとこう国連にお願いしてこうガザまで持っていこうと思ったんですけど、3月あのバンビングがちょっと行けなくなったので、アンマンの国連において、僕ら10月に行くので、それまでになんとかガザの中に入れておいてくださいと。で日本のテクノロジーは素晴らしいですので、日本の義足というのは本当ピカイチですので、それを見て現地の義肢の装具の人たちが、作成者が参考にしたいというので、今一つあの日本から義肢が届くはずです。これがそうです。ここにいるのがですね、ここにおられるのがあの清田明先生という国連難民あの支援機関のウンロアの医療局長なんですね。この先生とたまたまって失礼なんですけど、お知り合いになって、で彼はなかなかリベラルな方で、あの好きなことやってくださいと、ちゃんとガザには私の責任で出入りさせますと。面白いんですよね、彼は国連の立場ですから。で僕ら日本政府が関与してきますから。で去年の11月にもうバンビングもあれはこっちが700メートル、こっちが300、400メートルぐらいか、そうですね、そのぐらいのところでミサイル飛んできてボーンってやられて、ただ代表部パレスチナの代表部ですから、大使館みたいなもんです。大使館から電話が入ってすぐ出てくれと、ガザ危ないから、出なきゃいけないけどやることもあるしとか、いろいろやってるうちに結局はあの11月14日に 出たんですけど、13日出ようと思ってはハマスが今度出してくれないんですよ。でね、ちょっとあの時間何割るようにしますが、マスコミのことなんですよ。本当に腹立つんですけどね、これはみんなちょっと気をつけてほしいのね。ガザで紛争がこうやり取りがあったときに、まず第一報はね、ハマスのロケットがイスラエルについたところから始まりますから。違うんですよ、ガザのハマスの側が撃ったロケット、なぜロケットが撃ったか、そのことは一切言わないんですよ。実はそこが問題なんですよ、なぜハマスが撃たざるを得なかったか。で去年の11月13日14日の一件はこうなんですよ。夜中夜陰、あいいですか、あ違った、
この11月の時も自治体はこうなんですよ。野営に乗じてフェンスのドアを開けて、でイスラエルの特殊部隊が20人ぐらい野営に紛れてヒジャブをかぶって、男がですよ、ヒジャブをかぶってイスラエルの女性に変装して入ってきて、ハマスの軍隊の軍事司令官を暗殺したんですよ。でそれを見つけたと。でその20人をハマスの軍隊が包囲しちゃった、逃げられなくなった。そしたらイスラエルが空から爆撃始めたんですよ、ハマスの軍隊。それがことの始まりなんですよ。そしてハマスがイスラエルに向けてロケット3発ぐらい撃ったんですよ。そしたら何十発か撃った。それがことの真相なんですよ。でも NHK とか最初に一報出すのはハマスのロケットが失敗、イスラエルに届いたと、だから始まったと、こういうことなんですよ。だから現地のいれば分かることなんですけど、日本のマスコミの在り方っていうのは本当に事態を正確に捕まえてないというのはもうつくづく感じるところです。でこれは時間が、でこれはヨルダンと今年の4月にヨルダンが西岸に行った時にやってきた子どもたちですけど、もう19年か12回目かぐらいやってると、あっちこっちからこう人が来て目立ちますので、日本人だからほとんどいないですからね。だから患者さんがお父さんがこの脳性麻痺の子だったんですけど、遺伝性はないかとか聞いてきます。それからこれはこっちのヨルダン渓谷の赤新結社の診療所のハムザっていう先生に言ったら、もうこの方は普通の家庭医というか一般創業医療の方ですので、でこれはギルバートっていうこの方は学会であったんですが、と最初13年の時にシーファー病院に行った時に行って、ああまたよく来たなっていう、この方はもう超有名な方で、フィンランドの、ノルウェーの先生ですけど、ノルウェーの大学の先生ですが、ガザに入り込んでもずっと救援活動をやってる先生です。それで先ほど絶望絶望って言ってましたけど、まあ大多数がそうなんですが、中にはですね前向きな青年、それから女性は前向きな女性たちいるんです。ウーメンのグループが作って、で今ちょっと出すのは来年のパラリンピックを目指している切断された方なんですけど、アラさんっていう23、24歳の方なんですが、そもそも自転車競技をやっていたんですが、切断されたけどオリンピックは諦めてパラリンピックに出たい。それで、パレスチナの代表部の大久保大使から依頼を受けて状況を見てきてほしいと、それでパラリンピックに応援するかどうかっていう判断したいということでガザに入った時に、そのアラ君に会って自転車を乗っても実際に乗ってもらって動画を撮って、ありがとうございます。この動画、このアラフですけど、動画を撮って、もうみんな片足で自転車乗ったことないでしょ、片足で。それはね、まっすぐ行くんですよ、体幹ぶれないで、後ろから見たり横から見たりしても、まあ、さすがアスリートだなと思いました。もう彼はもし日本のオリンピック委員会が OK 出したら、あの2020のパラリンピックに来るかもしれない。もし来たらちょっとみんなで応援に行こうかなと思ってます。まあ、こういうもちろん絶望があるけども、中には前向きに行こうと、でもしかしそれもね今の状態だからどうなるか分かんないという危惧も十分にあります。これは真っ暗なところです。でこれが私たちちょうど行って700メートル右側で起きて埃が来たから、これはまあ一発来たからもう二発目ないだろうなっていうことをちょっと頭の中にかすめていたんですけども、今度外左側のちょうど400メートル、清瀬先生女性陣が泊まっていたアパートの近く、まあ近かったですよね。でそこに3発ぐらい起きて、こうなんですよ、最初はポーンって言うんですよ、ドローンで撃って小型ミサイル、それで上階の屋上とちょっと下ぐらいを壊すんですよ。で人が逃げる、ね、あそこだということで3発ぐらいミサイルが飛んでくるんですよ。翌日
そこのところに行ってみました。跡形もないんですよ。もう見事ですよ。あのイスラエルのミサイル攻撃っていうのは狙ったビルだけバッチリ壊すんですね。それはいろんなところでも言われています。この間のBS でやっていたのはサイバー攻撃に対してサイバーで応戦するんじゃなくて、イスラエルはサイバー攻撃やってきたらサイバーを走っている建物を壊すんだというのが今のイスラエルのやり方だということで、あの BS 放送で流れてましたけど、そのやつも全くそのビルだけ、その隣のビルは何でもないんですから、まあ、すごい技術って言ったら変ですけど、そんなふうなことでやってます。実感がね、これがあのエレツのクロスポイントから出てきたところです。強制性を確認でやったと思います。これが今までやった入植地を分離化で、これちょっとはめきます。これ先生がやっと出てきたところと一緒に出てきたところをパチッと取っちゃう。これがあの街中に必ず兵隊が立っていて、あの必ずあの監視してます。どこ、あらゆるところにいます。だってこれ女性兵ってさっき言った2年間あの兵役がありますので、これはどこかというとトラム、電車、路面電車の軽油ですよ。で彼女たちが銃をぶら下げて入ってくるわけですから、路面電車にポールに乗るわけです。彼女たちが意図してるとは思わないけど、ドンとかって銃口がこっち向いてるとこあるわけですよね。嫌ですよね。ずっと逃げますけど、これは街中歩いてるとパレスチナの青年がイスラエル軍に引っ付けまえられて、尋問どこでもあります。ベル、まずベルト抜か、カバン全部調べられて、ベルト抜かれてズボンと下げられて、下着の中で手を入れられて、もちろん何でもないから、何でもないから帰れと。ここで抵抗したら拘束です。そして逮捕です。で軍用刑務所に入れられちゃうわけですね。軍隊に反するから。これが軍事支配の実態なんですよ。で軍事支配っていうのは、一般法はイスラエル市民には一般法ですから、交通違反したらダメだとか、泥棒したらダメだとか、人を殴ったらダメだとか、というのは一般法ですよ、市民法。でも軍事支配っていうのは軍法ですから、軍隊の言うことは絶対ですから。だからこの間も言ったら、軍隊が勝手に来て柵持ってきたら、柵の中は何やったらダメ、軍事機器になっちゃう。これがずっとずらしたらそうなっちゃうんですよ。軍隊の言うことは絶対ですから。それが今 あのイスラエルのエルサレムにおける実態なんですね。でこれも店閉めろということを、逆らったら連れてかれます。でこれがよく言うビリンブラの平和行進ですが、若いあの若いったらですしからギャルだしですからギャルでそういういきます。ハイサムという国際的なジャーナリスト、これがさっき清瀬先生言った、実際にはですね、ここに来てるイスラエルの人が来るわけですね。ユダヤ人が反対だ、オクペーション反対だと。大体ね、大学の先生かジャーナリスト多いね。特に女性ね、大学の先生方も盛んに。ただね、ここであるのはパレスチナの旗立ってるでしょ。今ねダメなんですよ。旗持ってくとね、警察飛んできてね、旗むしられちゃいます。ダメだ。だからさっき言ったのは旗ないんですよね。この時は旗あるときの写真で、この時も抵抗したら拘束、逮捕、牢屋に入れられちゃいます。そんなことになっています、今。でこれはちょっと先生とダブりますが、いろんなところでこういう平和の鳩をお互いに日本で作って、ダチアで作って一緒にやるという、そういう活動。それから折り紙ですね。それから最近ですね、2年ぐらい前からバレーボールをですね、ガザの中でやろうと。でバレーボールっていうのはここの、ネットで分けられていて、コンタクトしないでしょ、ぶつかり合わないから。だから割と平和的なスポーツだし、チームワークが必要だということで、現地のコーチとも相談して、じゃあバレーボールでやる。細川先生、これ北海道の女子中学バレーボールの有名な監督さんですが、今我々のチームとかグループに入って、毎年ガザに行ってくれたという先生です。でこれベルリン砂漠の遊牧民の、よく見るとこれ二十歳なんですよ、これ、この石の上で。で細川さん、ここでもバレーボールなんとか楽しませてあげようとやって、
少し良かったっつうんですけど、なんせこれ足元見るとね、この石の中で裸足ですから、で靴持っていくかって、まあそうはいかないっていう、その辺のこうの悩みですね、これも非常にあります。毎回行くパディウムのところ行くんですけど、それが先ほどから先生が行っていた絵画教室で、これはもう必ず大きく発展させたいと思ってます。でこの間イスラエルで起きていることをちょっとまとめます。で去年の5月15日にアメリカの大使館エルサレム移転が強行されました。スライドないですけども、その大使館前までちょっとタクシー飛ばして、さっと行ってきました。まともに行ったらやられますから、ね、7月1日イスラエル人の反占領デモも行われました。3日、去年ですよ、これはイスラエルディフェンスフォースのイスラエル軍、イスラエルの方により、放送禁止をしました。それから19日イスラエルの国会でユダヤ人国家法が制定された。これは清先生の専門ですからちょっとあれですけど、120人の議員の定員の中で62が賛成、55が反対。これ自身も非常に接近していたんですけども、これによってイスラエルというのはユダヤ人の国、ユダヤ人の場合8割、アラブ系の国民が2割いるんですよ。その2割のアラブ系のイスラエル市民も二流市民なんですよ。権利が、税金は高くなる、さまざまな権利は制限される。こんな国ないでしょ、世界中に。一つの国家の中で宗教によって一流二流を決めちゃうような、これが今のイスラエルの国であります。ネタニヤフがやってる、トランプに後押しされてる国です。そして8月にはあとウンルワへ400億円の援助金をアメリカが停止、これで多くの失業者が生まれるし、学校が機能停止したりしています。でもっとひどいのはパレスチナの難民の定義を変更せと。今、世界中にパレスチナ難民が500数十万人いると言われています。ナクバの日に発生したのは70万から75万人ですから、その差は2世3世4世が難民として認定されてきているわけですね。でトランプの肝煎りでそれを元に戻せと、一斉しか難民として認めないと。だから難民の数とこに減っちゃうわけですよ。2世3世はもう難民じゃないと、そういうことですね。ですからお金もなんかいらないだろうというのがトランプの考えです。で全体にイスラエルでこういうことやると、学校もウンルアの国連の学校も潰して、俺たちが教えるから、イスラエルが教えてやるからいいよと、内容はヘブライ語で教育すると、ね、アラビア語では教育はしないと、共通語はヘブライ語だと、イスラエルの言葉だという、そういうふうになってくる。そして11月にガザ地区の攻撃がありました。ちょうどこの時に我々が第11時の支援活動をやっていた時です。で今年に入って3月にゴラン高原の併合を宣言しました。シリアとイスラエルの間、ゴラン高原って通りかかったことあるんですけど、いいとこなんですよ。高原ですからいるとイスラエルも見えるしシリアも見えるんですよ。でそこのところにイスラエルが居座ってるわけですね、要衝なんですね。あそこがシリア軍がドンって入って、それでロシアが入ってきたりするとイスラエル外から上から丸見えなんですよ。でそれでこれを高原を併合すると。それから今行われているのはヨルダン川西岸の入植地を併合すると。ちょっと数字がちょっと先生から指摘されてるんですけど、西岸の面積の大体7割ぐらい、8割ぐらい、65% ぐらい、軍事基地合わせるとね、65% 7割ぐらいがイスラエルも使ってますので、西岸の面積併合されちゃうと3割ぐらいのところに押し込まれちゃうわけですね、パレスチナ人が。そしてイスラエルの総選挙があって、ネタニヤフが再選されて、もう右派路線を一生懸命歩んでいると。でこれはちょっと、まとめになりますけど、切断の意味は、パレスチナ人それぞれにですね、僕本当に感じるのはね、普段の日常診療でもそうなんですけども、一人一人の患者さんを見てると、その人の中にその人の生活や人生も詰まってくるわけですね。だからここにいて診療やるときもそういうのを作ると思うんですけども、それがあっち行ってパレスチナ人が死んだり怪我させられて障害者になっていく、じゃあこの人の人生どうなるんですかっていうことを非常に考えさせられます。でそれからガザ地区への負担が増加していくので、積極的なリハビリや国際支援が必要になっていますが、今日本で行われているのは JICA を通じて、リハビリテーションをできないかというので、
JICA の本部から私の方にあの連絡飛び合って、ガザの状況を知らせてくれと何が必要なのかというので、時々電話が入ったり、メールが来たりしますよ。それから絶望がもう本当にこの絶望が広がってて、でこれナイフとマシンガンって書いてあるのですね、こういうことなんですよ。反感ですよ、もちろんパレスチナ人だって黙ってないですから。特に女性がですね、あのアラブの服っていうのはこういう服の服を着た上にマントみたいなのをこうやってやってますよね。その中にナイフを入れるんですよ。でナイフって言ってもね、あの台所の包丁ですよ、言ってみれば。あの僕には知らないけど包丁結構質切れないんですよね。切れないんですよ、あっちの日本の、 あのこういうナイフっていうのはもう絶品ですから、もう切れてる。でそれを隠し持ってて、たまにですね、あのエルサレムは現場に僕いたことあるんですけど、あのパレスチナに向かって、イスラエル兵に向かってかかってくる時があるんですよ。そしたらね、もうこっぱみじんに撃ち殺されます、その時点で。日本だったらなんかこう警棒かなんか持ってきて、なんだってか捕まえてそれで逮捕されて終わるんですけど、そんなことじゃない。もうとにかく軍事派兵の下では歯向かったら、ましては武器って言っても、まあナイフ包丁を持ってでも歯向かったら、もう命が落とすだけでなくて肉体そのものが破壊されてしまう、そんな状態ですね。ですから僕はよくナイフと、パレスチナの婦人が持つナイフとイスラエルのマシンガンを対比するんです。でそれからもう一つは、あのそういうガザとかパレスチナに行ってると、あの今のね、世界中のなんか民主主義を守る前線のなんか一つじゃないかなと僕は感じる時があるんですね。先生ちょっと言われたようなことなんですけども、命や自分の人生をかけて自分の土地のために前に向かおうとする、そういうことですね。そして行ってると、おじいちゃんに手をつながれたお孫さんが晴れ着を着て、ピカピカの晴れ着を着て、あのデモに来るわけですね。それで帰っていくと、そういう世代を継承して本当にこう地に足をついたっていうか、でそれらを見て、あの人間のですね、尊厳を守る戦いだと、あのパレスチナガザの事態はね、主義主張じゃなくて、宗教の違いじゃなくて、あの肌の色や国籍の違いじゃなくて、人間の一体人間たる夢は何なのかと、さっき先生が本当にいい言葉を言ってくれた、希望ですとか尊厳だとか生きる力だとかいうのをいかにして守るかっていう戦いじゃないかなっていうふうに、あの言ってて、この10年近くね言ってて、感じます。時間があるの でこれがあのウンルワが あっちこっちに立てる、日本語では尊厳を守る、英語ではディグニティ・プライセス、これが英語ですけど、セブン、いろんな言葉で国連の共用語で全部書いてあるんです。中国語とかこれがあっちこっちを貼って、我々の関わりは尊厳を守る戦いだというふうになっています。まあこういう、あ、そういう、こういうことで、あのすぐ封鎖解除をしてほしい、イスラエルアメリカ大使館を一点を撤回してほしい、トランプを打倒すればもしかしたら実現するかもしれない、でこれ軍事占領に即時中止してほしいと、で外交で、全ての国が、日本も含めて全ての国がパレスチナの国家承認してほしい、国際法違反に対して処断を、厳しい処断を実行してほしい、不買運動から武器輸出を中止してほしいと、で国際的親イスラエル政権政策をやめさせる、日本の安倍政権も同じですけども、そこを我々日本にいるときには強調したいと。で最後に、あの一度4月に帰ってくる前の日に、ネタニヤフ首相の官邸前のデモがあったんですよ。でそれは何のデモかというと、ちょうどその日にブラジル大統領、右派のブラジル大統領がイスラエルと武器の交渉で、武器の買い付けの交渉で来たんですね。それに対してブラジル系ユダヤ人の若者たちが4,50,60人か集まって官邸前デモやるっつって、で僕ら誘われて電車乗り継いで行って一緒にデモやったんですが、デモやってて感じたのは、日本で何やってんだっていうことをまず思ったんですよ。で、あの杉原さんとかね、一生懸命やってることにね、まあ、法師団としてもみんなで相談して、あのちょっと取り組まないとね、あのイスラエルをこのまま野放しにして、あの自由に武器輸出させて、その武器の中に日本の
テクノロジーを紛れ込ませて、現地で言ってましたけど、ミサイルの先にカメラはソニーって書いてあるっていう、そういうことですから。でそういうでどんどんやられてるわけですね。でそういうことをやめさせる運動も、日本にいたらパレスチナやガザの人たちを支援する活動に十分なるということは、ネタニヤフの官邸前のデモで参加してて感じたところです。これがそうで、これがそうです。このカラフルな、いかにもブラジル的な、ポルトガルで叫ぶから全く雰囲気しか分からない、何喋ってるか分からないんですけど、これがこれいわゆるブラジル的でしょ。 でしたよね、あの時ね、もう夕暮れの中でもね、みんな歌ったりもう騒いだりして、でこの時もいつの間にか3人がでも中にいて、なんかいいんですね。そんなあれで、このデモに一緒に参加してて、ああ日本に帰ったらやらないとダメだなと思って帰ってきました。ご清聴ありがとうございました。もう本当に今日ご出席された方々も皆さんいろんなこと知ってますし、あれなんですけど、私が札幌で大学や高校や中学、それから今年は小学校に呼ばれて、この難民問題を話するときに最後にもうこのこと、生活の 1% でいいから平和のことを考えてくださいと、難民のことをちょっとでも考えてくださいということをお願いして、帰ってきています。以上です。ちょっと時間伸びたんですが、これで私 の, お話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。